お疲れ様スロットです。今日はですね、こちら限界突破メガナイトやっていきます。さあ、ついにメガナイトが進化しましたというわけで、まあ、早速触っていくんですけど、まあ、改めてね、能力紹介しますと、サイクル1ですね、はい、2回に1回進化します。そして進化時はこんな感じで敵のユニットをね、強制的にタワーの方へノックバックさせるっていう能力ですね。まあ、なので単品でゴーレムや、まあ、ロイジャイとか、まあ、エレジャイとか来たら、まあ、余裕で完封できますよっていう能力ですね。はい、まあ、けどなんかインフェルノタワーとか施設だったり、まあ、今まで通りなんだろうね、なんかペッカとかには普通に溶かされちゃうしっていうところで、まあ、元のメガナイトがそこまで強くないのでどうなんだろうっていうね、はい、能力的にはすごい優秀かなと、面白いかなというわけで早速やっていきます。で、入手方法なんですが、今ねこの左下のこっから、まあ課金してワンパンでゲットするプランと、そうですね、はい、毎日コツコツクラウン55集めるとシャードが1枚手に入るっていうイベントもやってますんで、これどんぐらい続くんだろう、でもそんな長くなかった気がしますが、はい、まあ、毎日ねコツコツ貯めていくプランもありますってわけで、無課金の方でも、はい、手に入れることができますよというわけで、早速ねちょっとメガナイト枯渇でやっていこうかなと思います。なんか海外のプレイヤーがこのメガナイト枯渇ね、はい、昔から存在するこちらのデッキでなんと世界一行ってました。はい、進化メガナイトやべんじゃねっつってね、はい、結構話題になってましたんで、ちょっとどんなもんかね、俺まずん初見です。はい、まだ1回も使ってないんで、もう今がね初めましてなんですけど、最悪メガナイトが、おい、まあ単純にね、まあ、ブラスターなんで、ここどうしようかな、なんかちょっちゃさ回したい感もあるよな、進化メガナイト。どうなんだろうな進化メガネット回したいんですけど、どうしよう。まあなんか焦んなくてもいいか、他でなんとかなってるんで今んとこ。相手のデッキは何、ナイト U のボンバー、え、わかんな、いやちょっと進化メガ楽しみすぎるな。だから今まで、まあ、メガナイトの弱点だったジャイとかロイジャイとか、まあ、そういうのにはちょっと強くなったのかなみたいな思いもありますが、普通にプリンスとかはねノックバックさせて、その後なんかカツンが毎回来るみたいな、対プリンスにはねものすごい弱いみたいな情報はありましたね。さあペッカや最悪や、まあ、でもインドラがエレキがいなければだいぶ強い、いやだいぶいい、しかもザップ使ったんで、ここのコウモリでさえもいいんじゃない。さあ進化メガナイト整いました。てかラムか、ペッカラムだったな、行っても良さそう。コスケバルうざいよ、いやうざいけどラム来られても困るないやどう、だからラムとかにも攻撃するたびに後ろに下げることができるんで、どうしようか、ウィザードとか行ったしな、一旦なんか適当に戦って、あれ踏むか、踏まなくても良さそうだけど、やべやべ、ちょ待って、あのやべ下手すぎないか、いやいいんですよこれで。え、相手ちょっときつくね、え、熱い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 、うえ、やばいやばいやばい、それだってやばすぎる、何やったん、え、ペッカ後ろ行ったよ、え、え、そうこういうカードなんですよ、むず、全然なんかさそんなの想像してなかったというか、そうそうなるらしいわ、やば、なんかむず思ってる以上にねノックバックします。はい、なんであのあとねメガナイトがペッカを後ろに下げることによってメガナイトがジャンプしてタワーにダメージ稼いでみたいな、気抜いてるとねメガナイト飛んでくるんで、えぐむずいぞ、慣れるまでが大変だな、いやでもめっちゃ事故りそうね、事故ってくださいみたいなカードやんこれ、テスラアイスピもあったな、結構手堅いデッキっすね。
まあ、一旦進化メガも回したいし、なんかいろいろ回したいね。ゴブリン、まあただのディガー削り的な。よいしょ。え、メガナイトちょっと楽しみだなこれ。ね、相手のバルキリーをなんか遠くの方にやって事故らすみたいな、ちょっとできそうだしな。いやー、まだもまだな、引きこもられちゃうとあれだね。てかこれ圧着いるわ多分っすけど、圧着いダイナマイト、んあれかもね、この前動画で出したやつだ。そう、ゴブリンの呪いがあります。いやだからちょっとだるいな、俺のヤリゴブコウモリギャングスケバレあたりが全部あのゴブリンになります。だから高めに出しとこう。え誰も無冠なんてことあんの。うん、強っ。シンガバルキリーマジで優秀だよね、こう見るとね。で呪いがあるんで、俺これさディガーの拾い方に気をつけないといけない。まあでも呪いしかない。いやこれ呪い来たら全然なんかあれだったな。えっ、すごい難しいなクラロワって。なんかクラロワって難しいな、こんなのって。メガネってかさ、すごすぎん？ちょ、呪いザップが強えんな。でもなんか進化メガナイトのおかげでさ、ちょっとだけ事故りそうだったよな。いや、呪いザップ強すぎる。影変えて。いや、いいね。ディガを拾えないっていうこのデッキ、痛すぎる弱点が来てる。よいしょ。なんか後ろにさよいしょ、おもろい、おもろくはあるけどあんま強くねえの。なんかなんでだろう、相手によってはまあそんな刺さんねえのかな。よいしょ。でもなんかワンチャン事故るよなこれ。え、なんかすごい、うん、硬すぎる。うわー硬すぎる全然刺さんねえじゃんメガナイト。何これあれ進化メガナイトはなんかおもろかったけども、おもろかったけども、まあ、ちょっと呪いザップディガーにゴブリンマッチ悪かったかペッカとか後ろに下げれてね、ワンチャン事故るけど、まあテスラとかかな、施設には今まで通り単純に溶かされちゃうんで、まあこれまで以上にまた大砲や進化テスラボムタワーが強そうね。インフェとかにも何もできないだろうな。うん、ナイトどうだろう、どうしよう。
ジャイとか来てほしいんだよな。だからエレジャイとかね、えっぽいな。そう、こういうの、こういうの、こういうの来てくれるとさすがに。おー、いや、ゴブジャイっぽい。進化メガネとちょっと熱くない？こういうの待ってましたよと。マザネク邪魔だな。いいね。どうなんだ、ジャイがいてくれたらね。え、これさ、まあ、レイジ待ってか。マザネク回る？きついぞ普通に。あれあれ、うい、まさか、ね、そんなことある？これ守れるかな。まあ守るしかないけど、ヒースピー飛んでくるしみたいな。いや、ブラスター強いか。うわ、まあ時間稼いで。いや、まあ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 、別にこの後がね、これどうなんだろう。普通に、おー、まあ普通にやっつけたか。いや、これババいたな。ババの一体だけ後ろに下げちゃうんかな。一体ずつなんでね、ノックバックが。いやー、いい受けやな相手の。いやー、まあまあ耐えれないかな、これ。いやー、これでメガナイト出すとね、後ろから30引きちゃうんですけど。うわー、これ進化ザップ回そうかな。なんかワンチャン事故んねえかな。ヒースピがやばい。キレでかい。一体飛ぶ。よしよし、価値あり。いや、しかもこれでメガネと回った。買ったんじゃね。いや、全然進化メガナイトのさ、良さ出ないんだけど。これさ、文句下げるんじゃない、後ろ。下げないんや。うん、なし。うわ、来た。ナイト後ろに。いや、なんか、なんでこんな微妙なの。おい、なんか、マジ、後ろ、上に上げてるだけみたいな。惜しいな。違うねんな。なんかもっと、ド派手に事故るところを見たいんだよな。明らかにノックバックはいい性能なんだけどな。うん。いい性能なんだけどっていう。さあ、ブラスターね。もうこの時点で結構美味しいな。このデッキ的に。アイスイズタルババ。スケラっぽいね。1倍タイム。え、鉄火バルーンや。まあどっちだっていいか。熱い。さすがに来ないか。え、まさかのね。いや、でもカウンター強い。いい。しかもタルババ咲いた。まあ着地アイビスか、左が。ってことで右にちょっかいかけて、コストがなくていいダメージ。いやー、まあ3コスディガーからのギャングとかも見えるが、ランバーとかさすがに使わないかな。え、タラババある、これ。許してください。いや、めっちゃいい。からの、やばい、早かった。うわ、コウモリこれ残したかった。もったいなすぎる。いや、でもいいダメージすぎる。じゃあメガナイトあれ、メガナイト、メガナイト。いや、でもあいつ多分ペッカいるんで、進化メガナイトはね、いつか輝くんじゃないかなって思ってるんですけど、まだ輝いてはない。
はみ出てんの。いやこれもうインドラ最強っすよ。トルネで後ろ下げたらたまにザップとかも。めぐらないと。あ、てかそうロイジャイだったか。あ、でも初めて。いやこれさ進化してたら後ろにめっちゃ下げてたって考えたらな、強かったんだけどな。全然なんか普通に勝っちゃいそうな。おー、え、諦めが悪いね。てかインドラがもう強すぎてさ、進化メガネと出すタイミングなさすぎん。そんなことある。さあ、いやロイにね絶対強いんだよ絶対強いんだけど、だけどね、いやなんかメガネイとか一番痛い目にあんま出さない感ない。まあなんか相手が攻めてきたら出すんですけど、初手ザップ、初手ボンバー、初手ナイトとかと比べると初手テスラみたいなね、初手メガネイとはあんまやんないかな。初手ペッカってさ結構強いのよ、なんか意外とノーリスク的なねとこあるんですけど、なんか初手メガナイトはあんまやんないからさ、なんかやだな進化回したいけどね、なんかあんま雑に回すもんのあれでもないっていう。悔しいな。ちゃっちゃ回したいよねメガナイト進化ふふふ、女将なんで来たね。そんなことある。まああれか、でも強いか今。今強くてみんな使ってんだ。これ左でもよかったかな。おつい、え、え、勝ったさあミラー対決、メガネット出さない方が勝てました。あ、でもこれいい攻めね。まあ俺もちょっかいかけて。さすがにこれキング折れないよなっていう、なんか怖いよな。まあこっからの負け筋は、まあ、なんだろうね、まあインドラ事故ぐらい、真ん中メガナイトギャングの受け失敗とかどうなんだろう余裕でザップ大事だけど回していく。これさメガナイト出さない方が多分強いんだよな。いや知らない、俺メガナイトこうやってさ、メガナイトは好きなんだけどさあんま使わねえからさあんま分かんねえんだよ。もう一緒に下がっちゃうもんな。ふんメガネとマジいらねえなメガネと周りで頑張ってんだよ。いしょ、わ、いいスケバレの落下をね抑えてくるの偉いな。まあでもマジでメガネといらないって話するそんなバカな。ってわけで、まあこのデッキ対決なら出さない方が良さそうでしたね。インドラやコウモリにね焼かれるだけなんでね。ちょっとまだなメガネイドの輝くシーンが来ねえな。一旦回してみる。これちょっと悩むよな。アド取られやすいんでねメガナイトって。いやー回しづれー結構簡単に処理されちゃうんで、まあ雑に回せないのがちょっと辛い部分ではあるか。ペッカよりはね。
今回の相手はゴブジェイ系かな。呪文多いんでね、サンスペゴブジェイ的な。まあ1周目のメガナイトで適当に耐えて、2周目のメガナイトでねぐっちゃぐちゃにしてやりたいね。まあディガー飛ばしたっていいが、どうせ呪文があるよね。多すぎだろ、ちょっとうざい。俺の思ってたデッキと、いや合ってるか。いやまあ出しちゃってもいいでしょう。よろしく頼みます、許してください。いやめっちゃいい逆サイゴブジェイだけど、止まってくれ。進化ボンが回ってるドッキリもある、やめてください。よし、いえ、これ進化メガナイト回ったよ。ゴブジェイプリンスとか形組まれたもん、ゴブジェイ無理やり後ろにできるものもある。戦い方むず。呪文多いしな。え、いやーこれ使いたくないな、これにっていう話ね。いやいいね、それ以外でやっぱ回して戦うのがねこのデッキのね強みなんでね。うざそう。いいね、だるそう相手してん。でも進化メガネとマジでいつ出そう。やばい、いらねかったかも。なんかすごい、すごい、え待ってやばい、え、そうやプリンスは走ってくんねん。対プリンスにね鬼弱いんすよ。飛ばして走ってきて飛ばして走ってきてを繰り返しちゃうんで、対プリンスにだけ異常に弱いっていう悲しいお知らせもある。お願い、なんでやねん。まあまあまあみたいな。え、でもこれさ強ない？でノックバックして飛ぶっしょ。おい、いやなんかおもろい。おい、うまいっつって、あーなんか難しいな。惜しいな。全然負けそうっていう。すごい、うわマジでなんかやばい。え待って、弱すぎる、俺のどっか行ってる。うわ惜しい。ええ、なんかさゴブジェイプリプリ組まれて、え進化メガナイトが煽ってくんだって。お前ゴブジェイを後ろに下げると見せかけて、見せかけて何もしなかった。えなんで。えなんかもろいな、もろ。結局なんか今まで通りゴリ押しには弱いってことってなっちゃうよね。今のに勝てなかったらもう意味ないもんな。正直。
マジか。メガナイトなんか怪しいな。俺の思ってたよりなんか今んとこね、なんかだるそうなデッキだ。俺はね可能性あると思ってんすけどね。これめっちゃ強そう。スキン残らん？ハミデン？いや強すぎるよ。ブラスターじゃねえ、ボイド。いや今の守ってほしかったなっていう思い。やりこぶ？あれ？なんかもっと飛び跳ねてね、ゴリゴリにメガネとかジャンプしまくるみたいなのを期待してはいた。いいよ。え、やりこぶ強っ。相手のデッキなんだこれ。ダクネゴブジャイ的な、わかんねえな。いやー、まあゴブジャイか。ボイだったな。やなめ、まあネチネチ行くか。え、ペッカなん？熱いこれ。ちょっと高めに出しとく。今んとこエレキはいなさそうで、これ逆サイさ行ってあげたらさ、マジきついよな。何もできんぐね。熱い。え、ボコボコにできそうだな。スタンプ打ってなんかかましてるやついるけどさ、大丈夫かも。ボコボコにされてるぞ。進化メガナイトも出さずに。お前大丈夫かも。海外版ファッキュースタンプね。え、マジやめとけって。はい、グッドゲーム。進化メガナイト。ちょ、また出してねえんだけど。あれ、まあなんかこのデッキだと進化メガナイトを出さずに戦えちゃうっていうのもあってね、あれだね、ちょっと出番が少ない。ロイジャイが一番いいのかな。いやね、事前情報だと超強かったんだよな、 LSP。え、ロイジャイじゃね？あ、まあ、レイジロイもあるな。これ、LSP も冴えてるから、熱。インドラを残すとちょっとうざいんだろうな。って思いはしてます。LSP 冴えた。え、あーそうね、いいね。でもレイジがあったんで、まあレイジ使われたらコウモリとかでもいいな。ギャングだって。え、ふふ、嘘やん。最悪レイジゴースト。いやー、メガナイト進化したらロイジャイをノックバックできるんですけど、進化するまでがちょっとっていう。悲しいな。来そうねこれ。進化ロイだし来ないね。レイジか、ちょっとやだな。え、ファイボよ。まあまあまあ、2200ね、進化ザップなんでね、俺も焦る必要はない。え、これフェニカ。うざいぐらいいっちゃおうかな。うざそう。まあ別に出す必要もないんですけど、その進化メガナイト回したいっていうこの欲望で回してみる。
つえー、それこれさ、強くね思ってやれよ、後ろにおい、これ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 みんなが望んでたやつよ、やっとできたけどみたいな、やっとできたけどみたいなね。どうでした終わりました、新仮面ガナイトの舞台。タイミングやばいな。よくない噛み合いしてる。え、ファイボいいね。まあロイ出されるだけマジきついけど。相手もきついんだろうな。もじゃもじゃが、強すぎる。やばい。行くしかない、これ気づいた。いけ、もう一発、にゃーいや一回よかったな、目が開いと。いやこれっすね何試合した、何試合かやってやってよかったっすわ。進化メガネどうなんだノックバック、ノックバックか。ステータス強化あっても良さそうだけどな、贅沢すぎるかな。なんか今んとこ程よい、程よいね。なんかペッカの方がちょっと強いからな、体感、体感ね。なんか悪くはない。うん、まあでもめっちゃいいかと言われるとこれまた難しいな。まあ、悪くはないっていう。いや入りすぎじゃね。え、このグッドゲームはさねえちょっと早くないか。ね、これ舐められてますよね、私絶対に。でもボンバー縦線テスラやばいね。刺さりが悪いね。スピリット。まあまあまあいいでしょう。ちょっとグッドゲームが早いのだけ。いや、シンクゾップ回していいけどな。回すタイミングだな。見失ったな。いや、まあドリルなんで、まあ、全然参るよね。まあまあ。ポイザンかファイボかどうだろうな。よし、でかい。え、進化ドリルは、あれ今進化ドリルじゃないっけ。踏んだ瞬間でなんか壊れたんか。あんま出てこなかったな。いやー強い、インドラが
無敵の位置にはいる。え、なんか勝手に相手終わってるよ。熱っ。あるぞ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 。金髪がです。え、なんかポイズン薄っ。あれ、ポイズン薄くない？こんなもん微妙なんだろう。微妙なんだろうなと思いながら攻める攻めがマジで一番微妙。やっぱすごいんだ。やばい。え、もうなんか諦めて見てたわ。おもろいやんお前。おい、ナイス。さあ、というわけで新仮面がないとね、いやーどうだろう、なんか思ったほどではありましたね。なんか事故るときは事故るですけど、そこまで安定もしないのかなと思いましたね。単純になんかメガネと進化回すのが大変だったわ。進化カードはね、やっぱ雑に回せてなんぼみたいな、出した時は毎回勝手に暴れてくれるっていうのがなんか持ち味だったんで、ワンチャンステータス強化あるんじゃないかなと思ってます。はい、皆さんの意見もコメント欄でお待ちしております。こちらね、メガネとコアツぜひ使ってみてください。ちゃんとここも押し出すと押しとんだね。